こんにちは、イサムです、フィットネスジムアクションスタイルを運営していたり、それから映画知的財産権の監督をしてたり、アンロックアクションラボというアクションチームをやってたり、海外の方で侍のパフォーマンスをしてたりとか、そんなことをしています。で、今日はですね、前回に続いて、僕が癖でやってしまう、二の腕のトレーニングを紹介したいなと思います。前も言った通り、日頃からね、何か運動してる人っていうのは少ないと思っていて、でそういう人たちにいきなりガッツリと、これやった方がいいんじゃないかなんて言っても、それはできるわけないと思ってるんで、まずは僕が無意識で、食事中とかサウナの時とか、移動時間とか、そんな時にね、やっちゃうものを紹介しようというものです。で今日もですね、座ってる状況が前提なんですが、座った状態でですね、椅子に後ろ向きに手をつきます。はい、手をついたらですね、ちょっと体を前にずらしていく。はい、でですね、腰というかお尻をちょっと上げます。はい、このままこの肘を曲げるだけ、これだけです。はい、できない人もこれだけでいいです。で、足の力も使って上に上がって OK。 はい、そんなにきつくないと思うんですけど、これを長い時間やるときつくなってくるというものなので、まあ、気が向いた時とかふと気づいた時にやれるものです。で、軽いなと思った方はこのままお尻をですね、椅子の前の方に下げていけば下まで落ちるんで、そうするときつくなってきますね。はい、これだけです。今からね、1分間やるんで、動画見てる方はぜひ一緒に真似をしてみてください。じゃあ行きますよ。1分間です。はい、椅子の真ん中ぐらいに手をついてお尻を上げます。そんなに下げなくていいですよ。行きましょう。スタート。肘を曲げて上げるだけ、これだけ。はい、これ普段やってない方もうきつくなってくると思うんですよね。で、無理しなくていいです。きつくなったなと思ったら一回座ってブラブラして、で、もう一回やる。はい、あと25秒です。はい、15秒。はい、5秒です。はい、 OK。 さあ、ということでね、どうでしょう腕結構きたなっていう印象を持っていただけたんじゃないでしょうか。そしてどこでもできるし、めちゃめちゃ簡単ですよね。まずは何にもしてない方はこういうところからね、始めて、こういうことをすることをね、日常化していただけると、またさらに、上の段階に行けると思うんで、何にもしてないよっていう方はぜひこういった簡単なものを試してみてください。で、前の動画では、これの腹筋を上げているので、もしね、そっちをやりたい方はそっちの動画見てください。それでは、今日の動画は以上となります。いつも動画を見ていただいてありがとうございますね。元気に過ごしていきましょう。ぜひ皆さんのね、体が、健康的であることをいつも祈っております。それでは失礼いたします。例の発明の件、無事に特許を取得できたか。あんた、画像を勝手にコピーして使ったね。一生懸の侵害よ。特許権利を、商標権利を、一生懸利を、著作権利を。俺たちはダーマス海賊団。テンション上がるぜ。この村の知的財産はお前ら海賊たちには絶対にやらんぞ。じゃあな。
的財産村の財宝剣玉です。